海東諸国全図、海東諸国記は、李氏朝鮮領議精神宿船が、日本国と琉球国について記述した、漢文書籍の歴史書、1471年刊行された。これに1501年、琉球語の大役集である、ご音翻訳が付け加えられ、現在の定裁となった。1443年朝鮮通信史、諸上官として、日本に赴いた後、 聖州の命を受けて作成したもので、日本の皇室や国王、地名、国情、公平往来の遠隔、死神間待遇接待の節目などを記録している。高音翻訳は1500年に来訪した琉球施設から、戦意師、聖祈願が聞き書きし、翌年に、平装藩所力の進言で付け加えられた。海東諸国全図、再同図、行き図、馬島図、 琉球国図、朝鮮三浦図などの地図が冒頭に掲げられている。本文は日本国記、琉球国記、朝平応節記に分かれ、それぞれの歴史、地理、支配者、言語などを詳細に記す。また当時朝鮮を訪れていた日本の地方支配者施設の接遇方法も詳細に記されている。日本史、琉球史の重要資料であるだけでなく、日本語史、 琉球五肢でも見逃せない資料を提供している。周平王四十八年、その子祖さぬき平中打ち、塩家州軍、序文日本は最も久しく、その都をなり。その地は、国琉港の北に始まり、我がチェジュの南にいたり、琉球と相接し、その勢い花々流し。その初は、諸々に州を保ち、おのおの自ら国を作る。州の平四十八年、 その思祖の佐野野は兵を起こして、中打ちし、初めて衆軍を置く。大臣をののしめて分治するも、中国の封建のごとくは、盗賊人しからず。修正は、共感にして、検索に聖なり。収集になれ、我と海を隔てて、愛望む。これを伏するに、その道を得ば、すなわち朝鮮は霊王にてし、その道を失えば、すなわちすなわち死に氷雪戦 神脳の子祖は、神武天皇なり。名佐野の知人の末主彦連尊の、大恩師。母は玉寄姫。俗には辰巳の女と称す。交互の年を似て生まれる。周の竜王十一年なり。四十九年土の絵馬、山和の衆に入り、ことごとく中須の俗衆を除く。五十二年親友正月更新、初めて天皇を合す。百十年紀日、 国を定む、在位76年、ことぶき127、高齢天皇、高安天皇の大使なり。元年はかのと羊、七72年神後、旗主皇帝、除服を使わし、海に入り潜伏を求めしむ。ついに、紀伊州に至りていす、在位76年、ことぶき115、主人天皇、開花天皇の第二子なり。 元年は木のえ去る。初めて事件を遺す。大見衆に大孔を開く。六年期中、初めてアマテラス大臣を祀る。アマテラス大臣は知人の死ぬしなり。俗に日人と称す。今に至るまで、司法ともに、これを祀る。七年公印、初めて天社、国社、神戸を定む。十四年定優、伊豆国船を建図。十七年孔子、 初めて諸国に礼して船を作らしむ。在位十八年。ことぶき百二十。税の時、熊の権限が見初めて現る。助福死して、神となり、国人今に至るまで、これを祀る。1933年に、朝鮮者編集会から、朝鮮資料総監として、永遠刊行され、日本では1991年に詳細な、わ中本が、 岩波文庫から出版されている。ありがとうございます。